きました、ありがとう。真面目に行きます。チャオミーさん、ねるちゃん、心のアシスさん、ありがとうございます。お、モバメ来た、ほんと。眠たくなってきた。起こしてくれメンス、起こしてくれよん。昨日ピクミンメールいえいえ、ここはおやすみ、おやすみ。そう、開業技を使いました。初金お、ショートカットに見えるぞ。二つの今村を楽しみますか。今日目が垂れてない？トラブってトラブってトラブってトロブってん？トロブってトラブってあー歯が痛い。トロニカンとかには Thank you。 垂れ目が見つつに目が取る、そうかな。私アーモンドだよ。50日間にありがとう。大好き、ほんとかい。大好き、ほんとかい。よいしょよいしょ。うん、
シャンくんさん、セリアさん、チャーミーさん、ありがとうございます。握手会は5部6部です。スリルに満ち溢れている、ギリギリの曲キー、目をつぶ曲キー、目をつぶってしまうよ、努力を積み重ねた結果、あの言葉のことできるようになるんだ、ライフだけ命がけた、命がけた。眠たくなくなったかも。アバターが作れるイベント50万いかない、1位になったら大丈夫なんですよね。50万はあれじゃない、50万円投げた人の話じゃなくて、累計で言ったらいいんですか。どう、わかんないんですよね、あの STA のイベント。ぜひ皆さんも参加してください。アバターなんちゃらなんだっけ、アバター製造権、作る権利獲得できますよね。やってる方何人いるんだろう、この中に。みちょ見に行かないの、みちょ見に行かないちなみに1位の人が35万ポイント。え、すごい。プロイ、ね。プロイですね。みちのアバター作りたい。ありがとう。その気持ちだけで嬉しいよ。ワンピース見逃したのは辛いね。そりゃ辛いよ。ライフだけ命がけた、あれしたいこれをしたい、あれ取ってこれを取って。はじめまして。お、ありがとうございます。あれじゃなきゃこれじゃなくちゃ、急に佐野さんみたいに、急に佐野さんみたいやった。何が、道アバター欲しい、本当。なんだろう、私のアバター月かな。はよ月見ちゃん、久しぶりに来ました。お、ありがとうございます。丸村アバターこれどんどん言ってさ、なんでってさ言っとったけどさ、ここ最上階なのにって言ってたけどさ、最上階じゃなかった、まだ上にあった。今日雨らしい。そうなの。あ、10時から始めましたっけ配信。ショータイム。3つのポイントちょっとだけ分けて。丸村ほんと好き。ほんと今丸村した。無駄な、なんちゃらへ怯え。
ジメジメしすぎてやる気が出ない。そうなの？曇ってたかも。確かに今悪ぶらした？もう記憶にない。やばいやばいよ。漢字読めないぞこいつ。そう読めないよ。高竹さんありがとうございます。バルムラアバター。ナイフナイフ違うけど。違うんよ。バルムラアバターって聞こえた。あ、それは言った。ナチュラルに悪い女だと思う。そんなことないよね。みんな悪い女じゃないよね。今ちょっと無意識で喋っといて、眠たい時はさ、なんでやねん。ワクワクにワクワクにチュルルーチュルルさすらいのもんちちさん、チャーミーさん、あ、高滝さんありがとうございます。やばないか、やばないか。何が？何これ、何今の。分かんない。部屋に流れてない。多分車、なんかの車去ってった。何かは分からん。広島ではこんなんないもん。さすが都会ですね。何、なんかなんて言うんだろう、ラッピングカーみたいなやつないもん。え、ある？え、広島ある？ないない。あそこでよく見るよ、なんちゃらなんちゃらあ、何も出てこん。頭が回ってない。なんだっけ、あの東京のスクランブル交差点だ。違うわ、竹下通り。いや、そんなことない。竹下通り、原宿に行った時に見たことある、ラッピングカー。バニラのバス。何バニラって。ねるちゃん、チャーミーさんありがとうございます。 DJ ポリス全然わからんのだけど、何言っとるかわからん。
何バニラ。ゴーゴーバニラ。やばい、酸っぱく。バニラ。そんな良くないやつなの。分かった。何時まで？11時？面白かった。運動。一曲披露しようかな。何にします？何にする？バニラ知らんって。桜みんなで食べたね。寂しく覚えてない。テテ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 テカフェテリアで仲間たちとランチしてた。斜め前にあなたがいて吐き出したんだ頭に。急に名前呼ばれて名字にさつけな。わかんない。名字にさつけなんて呼び捨てにしてほしいの。付き合っているみたいにみんながいる前でなれなれしくね。呼び捨てにしてほしいの。もうついちゃった感じでお願い、呼び捨てファンタジー。君はメロディーメロディー、懐かしいハモリハモリ。君はメロディーメロディー、サビだけを覚えてる。ライデンさん、チャーミーさん、ミックさん、ありがとうございます。ランチしてた斜め前にあなたがいてハッピーな時間だったのに。好きだよと言えず出てきていた。胸の痛み好きだよと言えず。おはよう。寂
みちは呼び捨てにされるのどう？呼び捨てにされるの？早起きカレンダー早送りカレンダーでしょ？早起きカレンダーねるちゃんありがとうございます。私呼び捨て別に、早起きカレンダーは面白い。呼び捨て別に。みちみつき、みちみつき、みちゅさんみちゅさん、コールがみつきだから呼び捨てしてた。あー、コールはみつきですね。コールはみつきがいいね。みつきちゃんがいい。みつきちゃん、リアルにみつきって呼び捨てするの照れそう。今度やってみよう。え、それはな、確かに。どうでもいい。カウントだけして寝ます。ありがとう。4日、みつきちゃんだとなんかリア友か。確かに、みつきちゃんは恥ずかしい。なんで変わらんやんけ。髪伸びたよね。そんなに？月ちゃん、おお、ありがとう。いっそミッキー、あのね、高校生はね、高校に入った瞬間はね、あのね、なんかね、なんか、なんて言えばいいんだろう、なんかイケイケ高校生になりたく、なりたくて、ミッキーって呼んでくださいって言ってたんですけどね。いや、そんな風には言ってないけど、なんか呼び、あだ名、あだ名ミッキーとか書いてたけどね、一回も呼ばれたことない。そうなの、悲しかった。平穏な、平穏で静かでマスク生活の高校生を送ってました。まあ楽しかったけれど。お顔がイケてる。嘘ミッキーって言わないで昔からミチ、うん、性格バリ控えめ。そうなの、高校デビュー失敗したのか。そんな感じですね。高校デビューとか向いてないの私には。そんな、そんな生活は。初見ありがとうございます。ぜひフォローお願いします。マスク安心する。そう、ダンスして歌歌って、学校行って、学校では静かに隅っこって感じでした。でも好きだったけど、友達とかね、楽しかったし。頭いいのは忘れな。頭良くないもん。あたい、こんにちは。よくね、なんかイケイケだったでしょって
言われるの。高校時代絶対イケイケだったでしょって言われるの。違うって。こんなんでした。こんな寝てただけだけど、これは感と。血が綺麗なのを忘れる。ありがとう。全くイケイケなイメージない。本当？言われるんですよ、たまに。その反動で悪村に。確かに顔の作りがイケイケっぽい。なんじゃそりゃ。波乱。何波乱って。何バイト行ってきます。お、行ってらっしゃい。チャーミーさん、カズヤさん、ありがとうございます。喋らなかったら派手な感じするかも。嘘。本当？斜め前にあなたがいて。悪村、乗せてもらいましたよ。今から会場向かいます。待ってます。学校のトイレでメイク、門を出た瞬間にスカート折る感じ。スカート折ったことなかった。スカートを折る意味が分からなかった。普通に折ってる子いたけど、なんで折るんだろうって。だって短くなるだけじゃん。寒いじゃん。スカートを薄手で5センチ折って。弟と同じこと言ってる。弟。可愛く見える。そうかな。スカート短かったら可愛く見えますかね。そうかしらね。私にはそれは理解ができなかった。うん。折っても中にズボン履いてる。履いてる。スカートってスースーするから好きじゃない。まあ男の方はね。スカートの短さについてはトロが語ってくれる。うん。反抗期。ああ、レジスタンスか。おって怒られてた。私の友達も怒られてた。私の部屋の上の人、ブレザーなら短くても可愛いけど、セーラーは。確かに確かにそうかも。
セーラーだったからあれなのかも。セーラーだったからおらなかったのかも。まあでも中学生はブレザーだったけどおってなかったですけどね。シャツインしてた高校時代私も体操服ピッとシャツイン。良平さんありがとうございます。チャーミーさんありがとうございます。セーラーとブレザーどっち好き？セーラーに憧れてセーラーの高校入ったけど1週間でなんかね飽きたっていうかスースーしてなんか着にくかったね。でもセーラー好きです。ブレザーもね、ブレザーも着たくなるんですよ。でもセーラーずっと着てたらないものねだりで。ジャージダサくなかった別に。セーラーはタイがめんどくさい。それな、セーラーのネクタイがねめんどくさいの。セーラー服の下はゆめと希望なんて言えばいいんだろう。普通にヒートテックとか、冬だったらヒートテックとか、なんだっけ、なんて言うんだっけ、セーターとかいろいろ、裏起毛とか着てた。うん、夏は肌着ですね。ジャージは紺色でしたね。眠たいの、もう。今日遅い部から、そう56部。楽ちゃん朝から握手でめっちゃ元気だった。おーすごい。グリコこんばんは。ミッキーはもういいって。巻き見えてます。そうですか。ミッキーをやめてーよ。この格好見せてないよ。うるさいな。
ミッキー忘れてた。ああ、ほら、ほら、忘れてた方がいたのに。好きなぞ。通報しそうや。通報していいですか？カフェでコースターをもらったらミヨンだといいな。トップスいい感じですね。イエーイ。嬉しいの？通報？通報？